それをやるっていう会社としてはどうなんだ、陶器で打てるか。いや、ヤクザ別にダメじゃないんでいけると思うよ。何でも相談所っていうことは別にいいと思いますし、ただここに相談に来たからといって、弁護士活動とか非弁活動、あの取り立て依頼ができるかって言ったらダメなんで、おそらくもしやるなら更新所とか探偵業っていうことなら資格があってないようなんでいけると思いますよ言ったら、あ、そうかって、なんだ、探偵っていうのは免許いらんのか。はい。だから、更新状とかっていうような言い方してるんで、探偵っていうと、なんか、もういかにも謎を解くとか、そんなんじゃなくて、まあ、浮気調査とか、なんですか、あの、企業調査みたいな、まあ、そういうことなら、更新状っていうことなら、やれると思いますし、そういうことは聞きました。おー、なるほどな。って言って、そのおやすさんは、片木の人に言って、更新状を、させたんですよ。で、更新状をさせるって言っても、半分先に調べといてですよ。先に調べといて、後から行くっていう方式です。これもは、多分、更新、だからその時に更新状ってどうやったら儲かるんだ。いや、もちろん浮気調査。浮気調査なんで依頼が来て、浮気調査をすればできるんですけど、車なんか、今は陸運局行ったら簡単にナンバーを調べますから、自分らのところにも、その、モーテルってラブホテルあるじゃないですか。あれって看板みたいに置いてナンバー隠しますけど、ナンバーがバレたくないから隠すわけで、隠してるやつを取っておいて、最初の写真とあと住所だけ分かれば、車の持ち主のところの住所分かるんで、普通にその奥さんのところに営業に行ったら多分 OK してくれるんじゃないですかとか言ったら、なるほどな、本当にそれだったんですよ。もう最初にデータだけ取って、調べて写真だけ取ってっていうことをやりだしたんですよね。で、これがまあ私もそれをやったんですけど、いい車、高い車、高級な車っていうところに行くと、なんか社長夫人とか言うと、もうそんなこと私はもう関係ないって言うんだけど、共働きの夫婦とかそういったところに、まあいいか行ってみようって言って、どういう風に言うかってこうなんですよ。要は恐喝とかなんとかじゃなくて、調査していましたらそちらの住所に当たりましたので、こちらの車はお宅様の旦那さんではないでしょうか。あ、そうです、うちの車です。あ、そうですか。その時に奥様何月何日一緒にいられましたか。え、私はいないけど。あ、申し訳ありません、申し訳ありません、すいません、失礼します、ちょっと待って、ちょっと待ってってなる。電話番号、電話わかるんでね、104で。本当に悪いですね、当時は。だってその陸運局なりディーラーとかでも調べられたんですよ。仲のいいディーラーの人がいたと簡単に調べてくれたんで、その一覧表があって電話かければですね、で104でその住所がわかるわけで、あ、すいません、ちょっと待って、どういうことなの、これこれこういう風で私は調査しておりましたら、そうなの、そのじゃあどういう人、いや、それはこちらもあの、それはさすがに、まあ、当時守秘義務なんて言葉があったかどうかわからない、それはちょっと言えませんので、まあ、ただ奥様の方からきちんと依頼していただければ、それは調査は私どもの方に、まあ、別案件としてしますから、とこういうわけですよ。そうそう、ぜひやってちょうだい、ぜひやってちょうだいって言うから、わかりましたって言って、もうわかってるわけですから、簡単なんでございますね。だからこれがいいのか悪いのかございませんが、そういうことを私が言ったわけですよ。そしたら本当にやったみたいですね。だけどその後、その私も懲役行ったりいろんなことになったから、その会社がどうなったか分かりませんけど